塩、胡椒を加えて混ぜます。マグロは切る前にペーパータオルで軽く押さえて表面の水気を拭き、手前にシューッと引くように3ミリから5ミリの厚さに切ります。1回切るごとに濡れ布巾で包丁を拭くと切りやすいわよ。器にマグロを盛り付け、玉ねぎとパセリを散らしてマヨネーズソースをかけるの。たっぷりの薬味とまろやかなソースが決めて、味も彩りもバッチリな一品です。